OK、 じゃあ今回はね、このアーススカーのアークと、その流れでね、こっちまで行ってみようかなって思います。レベル3ね。5行けたから、多分ね、大丈夫だと思う。とりあえず、行ってみましょう。さあ、フェニックス、よろしくな。システム起動中。OK。ここか。ちょっと待って、なんか。ちょ、いきなり何？もう、危なっかしいな。もう進んでる、こうやって。むちゃくちゃすぎる。わあ、ちょっと待って。やばい。ちょっと待って、ふざけすぎた。ちょっと一旦落ち着いて。なんかすごい爆発してんだけど、どういうこと？これ登れる？うおー。全然登れない。ちょっと待って、いけそうな気がする。おらっ！よし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 。アークを見つけて調べると。残り強度70%。はい。ちょっと待って、集中攻撃しないで。もう、あー、ちょっと待って、まずいまずい。脱出。あー、ちょっと、すごい。フェニックスは後でな。オーバードライブが使えると。オーバードライブ！オッケー。オッケー、敵はどこだ？オレイ、どうだ？点滅したんじゃないか。下の方にいる。向こうにもいるね。いい度胸じゃないか。暗いな。ここ届いてない？もしかして。あ、ここにいるね。すごい、いじめにやってる、この人。かわいそうに。ちょっと隠れてと。やるじゃないの。さあ、倒してやるぜ。ほら。死なないとは。あ、弾がねえや。あ、やばい、ちょっと待って。危ない。武器チェーン。強すぎ。ああ！ディフィブリレーター、四角三角、復活。硬すぎねえか、こいつら。他の武器、アサルト、ライフル。さあ、このね、ショットガンでうまく倒していくしかないと、やっていきましょう。おお、すごい爆発。暗い。一気に2体倒せた。ちゃんと狙ってけ。で、向こうにいる敵にオーバードライブを使いたい、できれば。ほら、なんだと？怖すぎる。あいつらは仲間なのか敵なのか？お前どっちなんだ？ほら、ほら。オッケー。それを投げるんじゃないよ、お前らは。生きてんのね、これ。オッケー。あーっと、痛いの。で、これ取ってちゃんと回復して、しゃがんで、で、オーバードライブが一度も使える。で、スキャンしましょう。あそこにいる？お前だよ、お前。オッケー。弾を取って、敵の位置を把握しよう。ちょっと下にいる。あの戦いどうなってんだ？ちょっとこれでいやらしく処理して。 OK。 あー、なんでこっち。私悪くない。で、隠れて、ちゃんと。で、向こうにいるよね。さあ、オーバードライブで突っ込んでいきましょうか。よいしょ。オーバードライブ。おっ、いいね。ほら、あと1人。どこだ？いた。終わりだ。終わった。まだいる。ない、ない、それ、ない、それ。
あ、たまない、たまない。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。どう？どう？倒した？声がする？こういう時のスキャン。いない？ちょっとセキュリティスキャンやってみるか？あ、オッケー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 、いける。すげえ、むちゃくちゃだったな、今。さあ今回はね、何が手に入るんでしょうか。意外と強かったな。なんかアーマー持ちが強いわ。ギャー。チュートリアルスラムとやっていきましょう。長押し。お、こうやってバツを押すと。なるほどね。近づいてその場で飛び上がってパンチングができると。なるほどね。オッケーオッケー、こういう感じか。なるほど、高ければ高いほど強いと。というわけで高い位置からやらせてくる感じね。なるほど。ほっ、ほら、どう？じゃあね、次はこのウエストランドのセレブというところで、ここ行こうかな。おや、なんだここ。ウルスプリングに着いた。市長のルーサム・ヘイガーに会えるかな。市長、あ、着いた感じかな。オッケー、とりあえず降りてみようかな。あんたなかなかいい服を着てるじゃないか。まるで、そうだよ、俺レンジャーだよ。うわあ、奇怪な帽子をかぶってらっしゃる。で、市長に会えばいいの？なんだこれ、すげえな。趣味ある。あ、あそこだ。で、この奥に行けばいいと。うわ。ここで止まれ。はい。限界態勢だ。俺、レンジャーなんだけど。市長に会いたい。場所は合ってるが、タイミングが悪かったな。市長と職員は避難中だ。何の用か避難中。またにしな。それか二度と来るな。すげえ口悪いじゃん。なんかあったのか。いや、だが警備はこのままだ。誰も入れんし、誰も出られん。市長はお前なんかに構ってる時間はない。あのな、言っただろ。なになに、なんだ、なに。ああ、ちょ、侵入者どもを倒す。急な、お前らか。ほい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 、どう、他に侵入者は。お前らか。おら、おら、そこにいた。こんなもんか。あ、いたいた。おら、やばいな。余裕だったぞ。あれ、他のやつらどこ行った？やられてね。嘘でしょ、そんなことある。で、エレベーターをガッシャンコすると。あ、ポッチね、ポッチって感じか今日は。で、エレベーターを上がっていくと、どっちだろう、降りる側は。たまにどっちから降りればいいか分かんないさ、エレベーターあるよね。こっちは、びっくりした。うー、ちょい、ブーメラン。やるね。弾丸もキャッチできるか。いやちょっと待てよ。ウェルスプリング市長、ウィングスティックの達人で、最近は銃もお手の物、ダガーの重要人物だ。おい、待てって。プロジェクトダガーのために来たんだ。凶暴だな。あのプロジェクトのことを知ってるのは数人だけ。
あんた、なんで知ってるの？プローリーの命で来た。プローリー？もう死んだ。バインランドは滅びたよね。ホログラムで…あ、難しいな。俺はウォーカー。バインランドの最後の…厳しいな、このおばちゃん。なんか怖えよ。しつこいんだよ。よし、共同と行こうか。レンジャー、まずはこいつらをやるぞ。話はそれから。ラジャー。あ、でも弾ねえや、全然。ちょっと当たんない。同じだ。撃って撃たれて、それだけだ。えい。こんな感じ。ふっ、暗いな。お、強い。落ちていった。ね、ちょっとさ、俺向こう側行きたいんだけど。あんたかなりやるね。終わり？本当にバインランド出身？はっ、朝飯前だよ。まだいた。あれ、この裏にいるよね。いたいたいた。ちょ、こそこそするんじゃないお前。バーン。で、弾がないと。エレベーターを使ってる。準備して。構え。ドアが開いたら。こっち？ちょっと待って待って。楽勝すぎる。ちょっと待って待って待って、頼む。今弾がないんだよ。ほら、オッケー。あんたの殺しの腕前かなりのもんだ。もう起き上がらないでしょう。あんた本当にあの箱庭集落の出身？イエス。波のバインランド人じゃないね。お話しようぜ。ええ、どうぞ。いや、頑張ったな、今。お前、その銃かっこいいな。グリップんとこ白、おしゃれじゃない？なあ、よこせ。状況を教えてくれるか。まあ、とりあえず話は聞こうか。オーソリティを滅ぼすことだった。はいはい、はい。バインランドが私たちと縁を切って、頓挫してしまったけど、あのプロジェクトなら喜んで再起動するけど、見ての通り、もっと差し迫った問題があってね。はい。みたいだな。こいつら何なんだ？雇われのチンピラ、グーンスカット。グーンスカット。盗賊よ。雇い主は？こんな真似ができる卑怯者は一人しかいない。クレッグ・クレイトン。この町一番の金持ちよ。そいつを殺せと。前から市長の座を狙ってるんだけど、最近は手段を選ばなくなってね。奴が市の役人を買収してかっぱらった軍用兵器の中には、プロジェクトダガーの鍵となるものもある。じゃあ殺して兵器を取り戻そう。ダメだ。ここは慎重に行かないと。第一に、奴のバックに誰がいるのかを。何？第二に、奴が兵器をどこに隠したかを知る必要がある。計画は？あいつの自意識はエコポット並みに肥大してる。そこを利用するの。奴に近づいてゴマを吸って信頼を得るのよ。そしたら隙を見て、このデバイスを奴のコンピューターに取り付けるの。そんなスパイ活動的なこともやるのか、俺は。クレッグの背後に誰がいるのか、グーンスカットの支援者、そして物資のありかとかね。なるほどね。クレッグ・クレイトンは金持ちやセレブに囲まれるのが好きでね。ウィナーズラウンジ。ウィナーズラウンジってとこに入り浸ってるの。どうしたらラウンジに入れるか突き止めて、そしたらデバイスを仕掛けられるはず。なるほど。任せろ。お願い。このおじさん誰？クレッグのオフィスにあるコンピューターに取り付けろ。はい。あ、これがデバイスね。諜報デバイスをゲットしたと。なんかいろいろ資料が散らばってるね、この部屋は。すげえありさまだな。あ、心肺蘇生してる。もう無理だ、そいつは。助からねえ。諦めろランス。で、あそこか。ほら、さっさとおいで。遅いよ。え、怖っ。で、こっちかな。ギャンブル中毒者がラウンジに入っていいのに金があるときだけ。今のあんたには金がない。町の金持ち連中やセレブの皆さん。ここはクレッド・クレイトンのウィナーズラウンジだ。お前は勝者じゃない敗者だ。うせな。あ、僕の仕事は歯医者じゃないです。すいません。無理だな。お前にはここに入る資格がない。なんだと？入れろ。レンジャーだ。そんなこと知るかよ。金持ちかセレブじゃなきゃ入れねえんだよ。お前は消えろ。なあ、どうせ。ブラストハーディ。
名前覚えたぞ。勝ちゃいいんだよ。何に勝つ？ミュータントバッシュ TV で勝って、チャズカーダービーでも勝ちゃいいんだ。チャンピオンになるってことだ。なるほど。お前みたいな強いやつには余裕だろ。それだけ。うん。それだけ。チャンピオンになれば楽々入って。ちょっと怒ってんじゃん。クレッグその人に会えるぜ。マジで？お前にはないね。ミュータントバッシュ TV で有名になると。なるほどね。ああ、ここに行く感じね。なるほど、なるほど。じゃあ、ちゃちゃっと行っちゃおうか。お前、こっちを向け。なんで俺と同じ服を着てるんだよ。くそ、マジか。俺のコーデを丸パクリしやがった。許さねえぞ。今すぐそれを脱いで、ここで焼け。おい、聞いてんのか。そんなやりとりある。今すぐ脱ぐのはお前の方だろうが。これ被るなんてことなかなかないもんね。正面でもクソでもぶちまけとけ。全然似合ってねえんだよ。グラディスの値下げワゴンを二人とも似合ってるぞ。十分ボロ切ればっか買ってるくせによ。ワーニーズでその辺のアルチューみたいに安だけ煽ってんのはてめえだろうが。しかも毛玉だらけの襟首ダルダルのスウェットでよ。そろそろ黙った方がいいぜ。みんなお前を見てた。この結末めちゃめちゃ気にならない？いいか、そろそろ我慢の限界だよ。マジでな、超えちゃいけねえラインってもんがあんだろうがよ。それで何ができるってんだよ。超えちゃいけねえラインを超えたと。そんな距離に流行ったような機械だよ。ああ、やっちまったやっちまったな。けどまあ仕方ねえ。とりあえず、え、とりあえず何、え、こいつすげえシャランプリしてんだけど、やばくね。じゃあね、とりあえずレースをねしにその場所に向かっていきましょう。宇宙人？うわあ！やば！なんだあいつら？え？やば！なんか空から降ってきたよね。侵略じゃん完全に。なんか狙われてね。うわあ！すげえ、なんだこれ。あ、ミュータント？これ一番最初に出てきたやつらにすげえ似てる。バーン！何だったんだ。なんか強めのやついたよね。これか。まあとりあえずなんかサプライズがあったけど進んでいきましょう。でこっちに進んでいくとそろそろ着きそうな感じ。狭、お邪魔しまーす。うぃー、いいね。どうもー、こんにちは。すいません、お邪魔します。こちらレーストラック、チャズカーダービーだってさ。見てろよ、絶対勝つ。降りればいいのかな。相手はやばい連中、やばいの。あの、すいません、失礼します。レースだよね、レースって聞いたよ。マジかよ。チャズ。マジかよ。マジだよ。俺またすげーのが来たもんだ。マジだよ。チャズのレースを応援してるんだよな。そうだよな、ニキレンよ。ニキがこの救世主を届けてくれたんだよな。焼きたてパンケーキの上のバターみたくスーッと走るんだろ。さあどうぞ入って。はい。レースだよベイビー。力を試したくてうずうずしてんだな。肉が欲しいならまずは皿からだ。もちろん付け合わせもバッチリあるぜ。
ほれ、契約書はここだ。いいか、ここにサインして。そうそう、血でサインだ。へへ。トップまで突っ走れ。ステーキを切り裂くナイフみてえにな、はあ、勝利をもぎ取ったら肉汁をしゃぶり尽くしな。いつからやれる？やる気満々だな。これでサインももらったし、いつでも行けるぜ。それじゃ一番下から始めな、シンエル。ポンコツに乗ってな。あのドンクセマシンで根性見せてよ。番付は上がってくんだ。グツグツ煮てっと浮いてくる悪みてえに、てっぺんまで登ってこい。準備ができたら車を持ってきな。オーケー。すげえ舐められてんな。ここらで一応俺の実力を見せてやろうじゃないか。行くぜ、フォアイヤー。で、これで1位になればいいんだね、とりあえず。うわー、すげえ。ちょっ、なーに、コースが分かんねえんだぞ俺。邪魔だ邪魔だ。で、インコース、どう？どう？どっち？道が分かんない、こっちっぽいね。ミスレディ早いね、いいね。で、ここで、これで一周、いや、まだだ。結構長い感じだね。どうだ、あいつだな、あいつ。あいつを抜かせば俺の勝ちと。ここ、インコース攻めていく。邪魔すんな、こっちのセリフだ。銃撃てないの？銃はない。ここで、攻めてやるぜ。ほら、ドキドキ。グツグツのシチューにしてやんよ。ちょっと意味がわからない。ちょっと負けれない。だが負けない。パー、マジか。パーってなんだ。ミスレディ早えな。だが勝てなくはない。再び先頭に躍り出る。でここ右、うわ、結構な急カーブ。まだ、え、ちょっと待って、これ2周するんだよね。結構きついよ。あ、これで一周か。どうだ、道が分かりません。 OKOK、 トップじゃないか今。トップだよね、左上に。ここ加速ポイント、ポイントでしょ。で、これで一周か。 OKOK、 上がってきた。 GO。 で、ここぬかるみ、足取られないことが大事で、ここ左曲がってく、ちょっと大回りにしてと。誰も俺のスピードについてこれないんじゃないか。プーって聞こえるね。俺が押してんのか。オーケーオーケー。あー、ちょっと着地が甘かった。いいね。で、ここインコースよ。ハンドルがっつり切って飛ばしていく。いいんじゃないか。カーブがなかなかきついね。で、今度こっちで、ここをダッシュで無理やり破壊していく。破壊するじゃない、突破していく。で、ここが曲がりきれない。だが、あー、ちょっと待って、まずい。ミスレディが来る、ミスレディが来る絶対。で、ここを左か。あー、ちょい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 。あー、ちょっと待って、落ち着け落ち着け。で、ここインコース、ここまっすぐからの、からの飛んでる。もう少し、なんかエンジン音が聞こえる。これラストスパート、ラストスパート残しとけ、残しとけ。オッケー、1でしょこれ。おっしゃ、見たか。イエーイ。あ、なんだ、23秒も差ついてんじゃん。オッケーオッケー。パドックに戻る。どうよ、マシンが。お、達成したね。え、音が出ないんだけど、口パクなんだけど。すげえ聞きたいのにこいつの声。間違いなくお前が勝者だと。俺が代わりに喋ればいいのか、これ。ああ、間違いなくお前が勝者だ。
っていうことを言ってるんじゃないでしょうか。 OK。 あれ音しなくない？急に音しないんだけど、バグった？ちょっとマジで音がしなくなっちゃったから、今回はここまでにして、次回このねミュータントバッシュ TV で有名になる、ここからやっていきましょう。それじゃあね、今回はレースで1位になったということでね、無事こいつの鼻も明かしてやりました。それじゃあ、ありがとうございました。じゃあね。